ミネランタロウは日本の俳優、富山県黒部市出身、東映京都撮影所の東映見解所属、東映見解の役員を務めていたが、現在は OB となっている。ニックネームはランタン。16歳で芸能界に赴き、大川橋蔵に弟子入り、7年間の付き人生活を経て東映入り、俳優デビュー。現在も多方面で活躍中。 身長173.5センチメートル、体重69.5キログラム。東映県会には、福本製造、佐々木敏行、北に国見司祐介、西山清高、木下通白などが所属。かつては時代劇への出演も多かったが、京都が舞台の刑事ドラマへの出番も多くなっている。また、近年時代劇は BS 作品が多いため、 BS 時代劇での活躍が多い。自身で出演のほか殺人、所作指導として主演俳優についたり、劇団、大学講師、ジャイの稽古指導を務めるなど、指導者としても活躍中。前述の福本と並び、切られ役の代表格として名が上がる。16歳で芸能界に赴き、大川橋蔵に弟子入りし、付き人を経てデビュー。書道のような、 美しく鮮やかな殺人を得意としており、殺人田村などでは真を務めることが多い。通常の刀は、もちろん、二刀流、両刀なぎなたなども一通りの盾をこなすことができ、殺人の技術は、主演を務めてきた俳優陣から実力を認められている。特に、高橋秀樹とは35年を超える付き合いで、殺人の相方として熱い信頼を得ており、 殺人を語る機会には直々に使命が入るほどである。立市、聖家光彦は、現在日本で一番殺人のできる人と、称賛している。また、大衆演劇トップクラスの都赤丸からも熱い、信頼を受けており、彼が、先生と表現して呼ぶ数少ない人物の一人で、ある。NHK 日本テレビ TBS、富士テレビテレビ朝日テレビ東京。 ありがとうございます。